はい、どうも皆さんこんにちは、若林です。脇坂です。早いな。今日も20周年の展覧会からお届けしたいと思うんですけど、今日は第2回目の、この原画制作コーナー、ここからお届けしますんで、まああんまりトークはなしですけど、制作現場をね、よかったら見ていただこうと思っております。で、今日はなんかこれがあるってことはちぎり絵みたいなものがあるんですか？いやいや、こっちもありますから。あ、そうですか。まだ何も決めてないんですよ。決めてない。じゃあどうですか、早速何か作りましょうね。はい、ペラペラ喋るのもいいですけど、はい、喋っててくれていいですよ。何喋るかな。何でも喋っててくれて。そうですね。はい。じゃあちょっとちぎり絵からいきます。あ、ちぎり絵からいきますか。ますか。これは何なんですか。家で色を、まあ、この色を塗って。白い紙に色を塗った。色を塗っただけのもんですね。そうそう、うん、いや、好きな色の色紙ができてるみたいな感じですね。そういうことですね。それは何やってるんですか。これはハガキの大きさに切ってるんですか。ハガキの大きさに、うん、これは毎日朝やられてることですか。そうですね、はい、何時頃やられるんですか。何時というと6時半ぐらいかな。5時半ぐらいか散歩行って、6時半ぐらいに帰ってきて、食事して7時ぐらいですね。あ、7時ぐらいですね。はい、仕事を一番やる前にこれをやるという、そういうあれになってますね。何をやりましょうね。逆に夜にやるってことはあんまりないですか。あ、もう夜は寝ますね。寝ます。夜はこれだけじゃなくて仕事一切しないですね。ああ、なるほど。で、寝るのももう8時ぐらいには。ああ、そうですか。あ、8時じゃない。9時ぐらいには寝ますので、あんまり変わらないかもしれない。健康的ですね。健康ですね。この時は何か考えてちぎってますか。考えてません。あ、考えずに手が動く、っていうか、今日何をやろうかなっていうのまだ何にも計画してないので。ああ、そうですか。今やってるうちになんとなく何かになっていくんだろうなというような感じでやってます。家でやってる時も一緒ですね。あんまり何になっていかそうということはあんまり思ってなくて、もう33年ぐらいやってるので、もうか、大体自分が考えてやったらマンネリになりますので、あんまり考えないようにして。なんかだんだん太陽みたいになってきました。そうですね。最初はちょっと花なのかなと思ったら、最初はね、僕も太陽っぽい感じですね。丸が出てきたので、丸からどうしようかなみたいな、やってるうちに、ちょっと太陽になってきましたね。やっぱり、こう、ちぎったところの周りの白いこのふわふわっとした、そうですね、ここがポイントですね。そうですね。これがなかったらいまいちですよね。そうですね。うん、普通の色紙やと高校があんまり出ない感じしますよね。ああ、そうだろうか。そうかもしれない。折り紙みたいなあれでやるとこんな白出ないかもしれないね。そう、この厚みが出てくるんですよね。コツとかありますか。いや、ないですか。ないですね。なんかこう一生懸命うまくやろうと思ってもできないっていうところがなんか味わいになって、その車なんかでもあんまりちゃんと整ってないですよね。でも一生懸命整わそうと思ってやってるんですけど、まあ、その辺で なんか良さが出てくるというか、ずっと長年やってますのでどうしてもうまくなってしまうんですよ。
うまく かけてしまうとかうまくできてしまうので、まあこういうことをやるとあんまりうまくできないので、それがまあ味わいになってくるというか、そんな感じですかね。花にしてしまいますしたんですね。そうですね、ちょっとあんまりど真ん中に入りすぎてたからちょっとあれかなと思って、ちょっと寂しい、ちょっと水玉を打ってますね。毎日ついてやってるけど、なんか発見あるんですか？ありますね。例えば やってて、あ、こんな面白い感じがあるんや。例えばちぎり絵なんかでも、あの やってみたら、あ、こんな今まであのやってない、こういう面白い感じが出るんやとか、そういうのありますもんね。あのこういう筆で描くのとは違って、でそれが何かこう、また新しいイメージを開いていってくれるみたいなね。でもなかなかないですけどね、少ないですけどね、そういうことはね。もう長年やってるのですごいマンネリになってますから。マンネリのその先に何かありますか？例えば10年やったとしたら、今感じてることだとその先。やっぱ10年さらに続けてよかったなみたいになる。なると思いますね。なると思いますね。あの実際あの昔やってる絵と今やってる絵とやっぱ随分違いますしね。前の方はやっぱり割ときちっとこう何でも作ってたんじゃないかなと思うんですけど、もうだんだんあの年取ってくると、あのまあいろんな画家の人でもそうですけど、結構大まかな絵になったりしますよね。なんかああいう感じにやっぱりちょっと なってきてますね。そういう良さが、まあ、出てくるというか、若い時はやっぱり頭でこうしっかり作ろうというか、作ること やりがちですけども、まあ、今はできるだけ自然に任せてやってるという感じですね。これなんかでもあんまり理にはかなってないですよね。花なのか太陽なのか何かよくわからないって。まあでももうそれでもいいんじゃないかなというような。見えないね、逆にね、すみません。あ、いい、うん、結局、花っぽい感じ。花っぽいですね。花のような何かですね。花のような何かですね。ちょっと今度は筆でやってみますか。ご質問いただいてまして、はい、あのちぎり絵は、はい、主にどんな紙を使われて作られてるんですか？あ、これね、和紙。
え、いや、和紙じゃなくて画用紙。はい、画用紙ですね。まあ、画用紙でも剣塗紙でも何でもいいんですけど、僕の場合今使っているのは画用紙。画用紙に色を塗ってやってます。あの、和紙だったらまた違う感じになると思いますね。和紙は和紙で面白いと思いますけど、そうやな、和紙で一品やってみるのもいいかもしれないな。はい、はい、ありがとうございます。ちょっと違う感じで、固まってますね。あの、会場の方も、ライブの方も質問があったらどんどんしてくださいね。質問ある方おられます？おられませんでした。おられません。わかりました。ではこれで終わりというわけではないです。第一段階として。18の時からこの道に入ってますか。今78ですか。ちょうど60年ですね。60年です。人生のほとんどですね。じゃあ、そうですね。それでやっぱりなんか自分の人生考えたら、こういう絵を描くというか、まあデザインするとか、そういうことがやっぱり、まあ、僕自身の人生やなと思いますし、幸い、あの、そうそうという、あの、いい、あの、発表の場も与えられているので、これからも、それをやり続けていきたいなと思ってますけど。あ、そうですか。はい。ありがとうございます。いや、これこちらこそありがとうございます。一本で60年にやってる人っていませんよね。そうですね。まあ、なんか特に芸術活動してる人がそれだけでやってるって人あんまりいないですね。そうですね。あの、アルバイトしながらやってるとかね、仕事やりながらとか、はい、あると思いますけどね。逆にあの画家、絵を描いて日本画家とかね、うん、まあ、今どちょっとどうかわからないけど、そういう人でやっぱり長く年取ってもね、あの、得られてる方おられますけども、デザインの世界では少ないかもしれないですね。そういう意味では僕はすごく恵まれてて、まあ、いろんな国でいろんな場所で、あの、仕事させてもらってますから。良かったと思います。自分で行動力とか。いや、運はありますね。運と、それから、そうですね、自分の才能ですかね。才能、まあ、才能もあるでしょうね。才能というか、なんかこう自分でなんかそれを作り出してきたというよりも、あの、なんか先祖からの何かをこうもらってるという感じの方が強いですね。ご来場いただき
誠にありがとうございます。新型コロナウイルス感染拡大防止のためお客様にお願いを申し上げます。場内ではマスクを着用していただき、会話はお控えいただきますようよろしくお願い申し上げます。これクリアですか。プレパスの、プレパスプレパスどう違うんですか。プレパスの方が油分が多いんですか。ジブリエとプレパス使うとまたいつもとは違うタッチになりますね。これ筆が多いですもんね、やっぱり。そうですね。でもこれ悪くないですね。なんかこの組み合わせ、ますね、ね、新鮮な感じ、新鮮感しますね。だこういうそのあれがやっぱあるんですよ、やってると。で例えばこういう場でやるとやっぱり、まあ、僕もある種いつもと違う緊張感の中でやりますから、普段とは違うものがこうふっと出てきたりするんですよね。これなんかもそういうこう面白さが、面白いですね。これとこれの組み合わせがね、出てるんじゃないかなと思いますね。だからこの絵は僕は一人でやったんじゃなくて、ここの皆さんと一緒に作ったという感じになりますね。何も喋ってあらへんかったの、人目があったら緊張しますもんね。緊張しますね。日本の緊張みたいな。いや緊張しますよ、うん、それがこれは草野さん家なんですよ。家っていうか、まあ、家兼アトリエで、ここで朝7時に一人でやるのと、はい、ここでやるのと、いや、それは全然違いますね。やっぱり一人で朝やってたら、やっぱりどれだけ、まあ、もう めんどくさいなと思ってても、こうね、何もやらなくてこうしてずっとやってても家だったらいいですけど、ここでちょっとね、そういうわけにいかないし、いかないですもんね。思いついても、つかなくても、つく、なんかやらんと。これ今思いましたけど、そっちから写真撮ったら脇沢さんが2人に見えるんじゃないですか。ここに、双子でなんかやってる。あ、そうですか。面白い絵になりそうですね。この感じ可愛いよ。コメントでも、はい、とても素敵です。ぜひ商品化してください。あ、そうですか。いただいております。これね、しっかり貼っとかないとね。この間やった後ね、自動車のね、あのポストに入れて帰ってきたらね、その窓とか車とか取れたんですよ。それはあんな大量にある中でもみくちゃになるんですからね。そうですね。それはまあ望む方は無理ですよね。これとこれとの組み合わせもやってみようか。これもまだ終わりじゃないんですけどね。これ何でも、これハガキもあるんですけど、ね、どれでも別にいいんですけど、ね、今度ハガキに買ってみましょう。
常にハガキは持ち歩いてはるんですか？いやいや、持ち歩いてはいないですね。家には常にいっぱい、あ、家には常にありますね、たくさん。どこの郵便局で買うんですか？まあ、いろいろ郵便局、いろどこでも売ってますから、コンビニにも売ってますね。はい、コンビニにも売ってます。この人、毎日買いに来るなって思われますね。いや、そんなことは、まとめて買いますね、毎月1回ぐらい。で、よく聞かれるんですけど、その郵便配達の人に何か言われませんかって言われたことないですね。もう、うち結構ね、毎日のようにハガキが届くんですけどね、時には10枚とかいっぺんに届いたりするんですけど、誰もそんなこと言ったことないですね。そんなことってどんなこと？いや、なんか、だから郵便配達する人がね、なんか例えば、なんかばったり会ったりしたら、なんかそう言われるっていうふうに人は想像してはるんですけど、ないですね、全然。多分郵便、なんかあれ配る人はあんまり見れるような状態じゃないんだと思いますね。配る人がこれ見て、はい、まあ、今日はこういうのいいか言ってないですよね。ないですね。これ見ながらこうやるだけで、そうですね、これ見て感想は述べません、ね、述べないですね。だからイタリアとかの郵便配達みたいな人だったらそうなるかもしれませんね。サザエさんの郵便局員やったらね、あ、中坂さん今日はこうなんだ、あ、そらあ、そりゃそういうことあるかもしれない、サザエさんの、サザエさんの中のね、はいはい、ないとないですね。ということですね。例えばなんか、まあ、なんか風邪で寝込んだりなんかで入院したら、いつも買いに行くコンビニか郵便局の人は、最近あの人ハガキ買いに来へんなってなんかもしれません。いや、あんまりそんなこともないと思います。うん、あんまり買わないですよね、普通は。そうですね、あんまりハガキっていうのは、でも50年ぐらい買ったことないですね、ハガキは。そうですか、この頃でも切手とかもね、面白いのないんですよね。昔もっといい切手があったと思うんですけどね。どう思われませんか、切って。多分ね、はい、買ってあらへんと思います。ああ、そうですか。買ってる人が、買ってる人の感想なんです。ああ、そうか。最近はペロって舐めて貼るのじゃなくて、ああ、シールになってますね。そうですね。いや、最近シールなんですか？シールですよ。あんまりペロって舐めるのは多くないですよ。残念ですね。やっぱりノリじゃないと切っては。これまたなんか花としては新しいですね。そうですね。僕もそう思います。このタッチはなかなかなかったな。なかったし、これと組み合わせるとまた。ちょっと違う雰囲気が出てくるんじゃないですかね。若林君もだいたいこういう絵描いたりするの嫌いじゃないでしょ？あ、僕ですか？結構得意やと思いますよ。ですよね。で、小学校1年から6年までずっと特選でしたからね。ああ、そうだろうね。何書いても何作っても特選でしたから、ね。ああ。まあ、若林くんは絵だけじゃなくて、いろんなことできますもんね。そうなんですよ。ねえ。何やらしてもそこそこ器用にやっちゃうんですよ、ね。そう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 。うん。いや、すごいなと思いますよ。ほんと。そうそう、でもあの、チャリンチャリンのあの、ガシャガシャって書いたやつ、わかりますかね、なんていうの、題名だったか知らない。あれ、彼の絵ですからね。左足で書いたんですよ。
本当はね、やったらもういろんなことできる人だと思いますよ。でもそんないろいろやってる多分時間がない日からあれですけど、ま、そんなことないですけどね、まあ、なんか毎日楽しいから、うん、なんか何ですかね、まあ、絵描こうってなんかあんま思ってないだけで、うん、多分秋山さんがね、そのいわゆる日本画家の方とかね、はい、もうちょっと違う緻密な絵描くような人をやったら、はいはい、まあ、そんなにこう描きたいって思う人も、まあ、僕もあんまり思わないかもしれませんけど、うん、まあ、こうやって自由にこうやっていいやみたいな、はい、表現方法は自由やみたいな風になると、はいはい、まあ、ちょっと楽しんで自分もやってみたいなって思う人が多いと思う。そうですね、まあ、何でもいいんやと、はい、なんか正解も見失敗もないないと、はい、日本のやっぱ美術教育っていうのはすごくこう、例えば家はこういう描かないといけないとか、空はこういう色だとかね、なんかそういうことから始まって、とにかく自由に描けないような状況に追い込まれてて、自分は結構絵が下手だと思ってる人ってたくさんいるんですよね。でもそういう人の絵って見たらすごい面白い絵があるんだけれども、そういうのは全然その日本の、社会では評価されないっていうか、そういうことって結構ありますからね。だから多分皆さんの中でも私は絵はなんとかかんとかと思ってても、実際はそうじゃなくてすごい面白い何か絵を描いたり表現したりできる人は結構おられると思いますけどね。変な絵になってきますね。なんかよくわからない。こういう時に大体考え込むともダメですね。もうやるだけって感じ。
難しいな。新型コロナウイルス感染拡大防止のためお客様にお願いを申し上げます。場内ではマスクを着用していただき、会話はお控えいただきますようよろしくお願い申し上げます。マスクも着用してないし会話もしてますよ。今やからしているからで動かしてますけど、家やったら別にうーんって止まるかもしれませんね。止まりますね。ちょっとお茶飲んでみたいな。そうそうそうですね。まあ、でも家でもね、あんまり考えても結局はいい結果は出ないですね、いつも。思い切っていや失敗でもいいからやってしまった方が。あ、そうですか。うん。じゃあもう日々のこういうのは考えるもんじゃないですね、あんまり。そうですね、この多分考えたら30年以上もこれ続けて来られてないと思いますね。でもダメなのが続くとすごい嫌になるんですけども、でもそう嫌になるか自分が何か困んねんで嫌だなとこう思ってるのがやっぱりバネになるっていうか、あ、なんかこれではいかんなみたいなの思っててまた。やるから何かがあれしてくるんでしょうね。ご自宅で創作されてる時にも、はい、いつも一枚ずつ仕上げていくのではなくて、はい、今されてるみたいに、はい、並行していくつかにその時によりますね。1枚をもうずっとこうやってる時もありますし、今みたいにこう並行してやってるような時もあります。これ飛行機っぽい感じですか。飛行機ですね。コメントでも飛行機です。飛行機と思ってたんですけど、うん、目がついたから。ああ、これ目というか目じゃないの、窓ですね。窓ですね。これ窓というもんですね。ちょっとびっくりしたんですよ、うん、でこうなってくるとこれは空に見えてきますよね。でこれ建物に見えますよね。そうなんですね、うん、いやそんな全然思ってなかったですよ。でもなんか飛行機を置いた途端にあ、ちゃんとこれ機能してきたなみたいな。都会な感じですね。都会の上ですね。今度は郵便局で剥がれないようにしっかりと。それっぽくなりましたね。なりましたね。なんかこの赤いのも建物に見えますよね。赤レンガのね。うん、何かね。ライブ配信だけ一旦やめて、はい、それで後で引き続きなんかやっていきましょうか。はい、なんかコメントあります？作り上げられていく様子を拝見できて嬉しいですと、はい、はい、コメントいただいてます。先ほどの感想ですね。はい、はい、夕暮れ時の飛行機みたいですと。
素敵です。グーグル的ではないですね。あ、だではない。そうそうそう、まあ見た人が自由に、まあ、こんな感じ、こんな感じとこれって感じですかね、うん、これまだできてないですね。できてないですね。こんな感じでございます、まあ、一旦配信見ていただいてる人はこれで、はい、はい、一旦ではおさらばしましょうか、はい、はい、切らせていただきます、ね、また、はい、失礼します。さよなら。はい、じゃあ引き続き。